テレビくんのラジオ。無職ドロータでもファイヤー挑戦、テレビくんです。よっ、らっしゃい。本日はプライムデーで無職が買ったもの紹介というテーマで話していきたいと思います。4月の11日と12日で行われたアマゾンプライムデーを利用して、現在無職のテレビくんも買い物をしました。本当は何も買わないのがお得だって知ってても、欲しいものリストに入れていたものがかなり安くなっていたのでポチってしまいました。どんなものを買ったのか紹介していきたいと思います。このチャンネルでは週5日8時間労働のアンチテレビくんがファイヤー達成までの日常をアウトプットしていくラジオ形式のチャンネルです。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。始まるよ。プライムデーで買ったもの4つあるので1つずつ紹介をしていきたいと思います。まず1つ目は姿勢サポートチェアです。自分座骨神経痛で、ね、股関節がで普段から痛いなって思ってるんですけど、でアニメを見るときはベッドに右肘をついた状態で横向きになって、でちょうど寝転んだ大仏みたいな姿勢でテレビを見てるんですけど、まあ、これが姿勢の悪さにつながって、であんまり良くないかなと思っていました。でそれで前からあの座椅子が欲しくて、でこの姿勢サポートチェア6990円のものを欲しいものリストに入れていました。でそれがプライムデーで5592円だったので、安子さんからいただいた天岐阜5000円と、で自分の592円分の天岐阜を使いまして、で0円で購入させていただきました。で使ってみた感想はもうめっちゃいいですね。もう背筋が自然とまっすぐっていうか、もうまあ楽な姿勢で座れるし、で全然腰や背中も痛くなりません。でこれが来る前、もう30分のアニメを1本見るときは同じ座った姿勢を維持できなくて、でさっき言った寝転び大仏スタイルで肩とか腰に負担かけちゃってたんだけど、でこれに座ってからもう30分同じシュッとした姿勢で楽にアニメを見れるようになりました。で軽くて持ち運びも楽だし、これは買って良かったですね。で難点を一つ挙げるとすると、クッションと背中がちょっと硬いっていうところでしょうかね。で自分は前から持ってたゲルクッションを敷いて、で座りやすくしてるんですけど、まあ、これでだいぶその硬さも改善できたかと思います。で満足度は80点くらいです。で次は鼻毛カッターを買いました。1980円のところ1504円で購入できました。前に持ってた鼻毛カッターが壊れちゃって、で2ヶ月くらい鼻毛が切れないっていう状態 でなんとかハサミで切ってたんだけど、まあ、やっぱりちょっと不便だなということで購入しました。で USB 充電式で電池がいらないっていうのが便利だし、手触りがマット で触り心地もいいですね。で鼻毛カッターの他にアタッチメントの切り替えで眉毛コームもついてて便利です。で1回使ってみたら普通に使えたし、あと鼻毛もちゃんと切れたので、でまあちょっと可愛い子とデートする前はこれで鼻毛と眉毛を整えて可愛い子にティンスティンを見せつけていこうと思います。でこちらも満足度80点くらいですね。で3つ目はヘアアイロンです。3280円のところ2520円で購入できました。でプライムデーの前にちょっと髪を切りに行って、で短めにされちゃったんだけど、まあ、自分くせ毛なん である程度長さがないともううねって収集がつかなくなるんですよ。で美容院ではアイロン使って伸ばしてもらったのでいい感じだったんだけど、まあ1日経ったらうねうねに戻るじゃないですか。でもちょっとこれで外出るのは厳しいなっていうことで、でアイロン前から欲しかったので買いました。で
まあ、何使ったらいいかよく分かんなかったので、まあ、安くて多く買われてて評価の高いものを選びました。で使ってみた感じは普通に髪の毛まっすぐにできたし、まあ、温まる時間も早いし良かったです。まあ、でもこれ届いてから大須に遊びに行った時に、まあ、寄ったお店でその2000円ぐらいで、まあ、同じようなアイロンが売ってて、で500円損した気分になったので70点ってところですね。でよく考えたらアイロンも、まあ、なんかアイロン中古で売ってるのよく見るし、まあ、中古でも良かったかなと思いました。まあ、でもこれで髪型も整えて可愛い子にティンスティンを見せつけていこうと思います。で最後にエネループの単三電池を1855円のところ1080円で購入しました。前に持ってたアマゾンのプライベートブランドの充電式単三電池がもう充電器に入れてても、もう充電できなくて壊れちゃったので買い直しました。で5年単位で使えるっていうつもりだったのに、まあ、2年経つか経たないかぐらいで使えなくなっちゃって、あもうまた買い直しかってがっくりきてたところだったので、まあしゃあないし買うかっていうことで買いました。でチェック時に普通に使えたので、まあ、長く使えることを願います。で満足点は60点くらいですね。ということで、まあ、4点購入した合計金額は16,96円で、で天岐阜を使ったので実際の現金は5104円でした。で一番欲しい、まあ、姿勢サポートチェアをタダで購入できて、まあ、お得な気分ですね。で今も座ってるんだけど、もう格段に座りやすくて作業がしやすいです。まあ、それでその4点買ってから、まあ、もう一度Amazon で自分が買ったものを確認したらちゃんと値上がりしてて、で前に炎上してた中華系商品ので元から値段上げたり下げたりして、でプライムデーといつもの値段変化させないみたいな、まあ、詐欺のものもなかったし良かったです。まあでももう一番お得なのってプライムデーだからって言って、まあどかどか買わないことですよね。でこれからも、まあ、自分に必要なものを見極めて、で考えてから買うということを実践していこうと思った動画でした。皆さんはプライムデーで何か買いましたか？良ければコメントで教えてください。最後にツイッターもやってます。フォローよろしくお願いします。エンディング曲はオリジナル曲のニートでいたいです。概要欄からフルバージョンが聴けるのでぜひ聴いてください。欲しいものリストを公開してます。テレビくんが欲しがってるものが知りたい方はぜひ覗いてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。